点を述べたと書いてあるね。でもう一人の選手は27歳、野村と同い年なんですよ。多分ねこの人がそっくりだから、野村とそっくりさんなんで、お前あのねこれこれがいいぞと、俺とそっくりだで信長の格好させたら、みんなそれを信長と信じてしまったということだと思います。でねこれ今あの笹の方は弟の成政が8000万もらっていますね。で千秋四郎ももらってるんですよ。で千秋四郎死んじゃうもんだから、でこの時にねあの奥さんが田さんっていう、でその時にまだ千秋四郎の息子が子供だったんで、その後15歳になるのを待って信長が呼び出して、でその刀を与えてで浅田大宮司のになれと言ってるんですね。でその時に田さんがね文句言ったんですよ。何と言ったかというと、もう息子は一人しかおりませんから戦争にやらないでくださいと。でこれ行くと千秋家が途絶えてしまいます。千秋家ってね名門の家なんですよね。これね頼朝も千秋家の娘が産んだですよ。名古屋で産んでると。でそういう名門の家が途絶えてしまいますと言って信長に訴えたんで、信長が分かったと言って、その場でね戦争に出なくてもよろしい、大宮司の役職名をしっかり果たしなさいとこう書いてある。それが今でも残ってるんですよ。でそのあとねその田さんにもね所領が与えられてる。だからね女だからね母親としてそう言いますよね。女だから言うことですよ。でそれに対して信長はもう分かった分かった、お前にはもう所領やるから勘弁してくれと言って所領を与えてる。これはね後の信長死んでからも織田信雄の武元帳というあって、その記録にもちゃんと田さんが所領をもらった記録が残ってますから間違いないですね。でそういうことで、だから信長ね優しいんですよ。でそういうことでね、でその息子が成人した時に熱田神宮をね全部作り変えてます、新品に。でその時の土塀が残ってますね。でそれは大宮司にその時に大宮司にしてますから、それが、まあ、信長の精一杯の約束だったと。千秋四郎に対するね、もう四郎死んじゃってますからね。そういうことが分かります。まあそういうことでまあそういう作戦があったということが分かります。でね非常に面白いんだけどね、これ私も最近見つけた資料なんですけど、これね書いた人は、一番最初に書いた人はこの桶狭間合戦の時に、松平の家臣として参加した人が書いたという本になるんですけども、そのものにねこういう書いてあった。信長はさっさと選手を呼んだ。で何と言ったか、信長がねお前たち二人の命を俺にくれと言ったっていう。そしたら二人ともね、いやもうそんなものは当然私たちは党のために働いてるんですから、そんなことは気にしないでいいですと、何とでもしてくださいと言ったら、信長がそうか、じゃあ作戦を述べると、お前たちに作戦述べるけども戦闘に当たる策なんで、多分お前たちの命はない、それでもいいかと言ったら、もう当然そのことは当然ですと言ってるんですね。だからその時にさっさは弟をその代わり頼むよとこれ言ってるわけね。俺ね、そこにはさっさのことは書いて弟のことは書いてないんだけど、でそういうことを言ったということは分かりますね。でその後ね、信長が旗馬印を渡したと書いてあるんだけど、その時に渡す時に濁涙せられと書いてある。信長が涙こぼしたと書いてある。自分の代わりに死んでくれる、こんなありがたいことはないということで、信長は涙をこぼしてすごく感謝をしたと、こう書いてあります。これはすごいなと思います。私が実はこの本を書いたのは7年前なんですけどね、その時にはまだ気がついておりませんでした、その方ね。でも同じことを私は書いています。だからこういうおとりだったよと書いたんだけども、それを証明するものが出てきたんですよね。これはちょっと私も驚きましたけど、これは非常に面白いことだと思います。
あの学者は そんなのはいい加減な本だとかね、小説じゃないかとかね、そうやって言うと思います。だからなかなか論文には書けない内容ですけども、まあ、あまりにもね生々しくすぎてね、まるで作り事みたいなことですけどね。だからそういうことだと思います。だからこそあのここで吉本が休憩してた、まあ、あの全く向こうで撃たれたのがね、あの声届けられた時に信長の首だと言われたから、天馬鬼神もたまるべからず言ってるわけですね。だから信長の首を取ったぞ、だからお酒が出たんですよ。でそういう時に油断している時にドッと来た、信長自身がドッと来た、あ、騙された。これはね、いい直盛が気が付いたんですよ。いい直盛はあの向こうで戦ってますからね、戻ってきてあのここで死んでますから、あのいい直盛はあの私があの信長の首を取りましたと言ったんだろうと思う。でそれを伝えたのは奥山孫一郎、あのこれいい直虎のねドラマに出てきましたね、あの奥山孫一郎も出てきましたけども、その人はここで戦ってるんですよ。で直盛が逃げる途中でもう多分怪我してたんでしょう、出血多量でもう助からないと思って切腹しちゃうのね。その代わり南京和尚に遺言書を残して、これを南京和尚に届けてくれと言ってたと、いい家伝記に書いてあります。でそれをだからそのことが奥山孫一郎帰って南京和尚に喋ってるわけですね。でそれが冒険を持って急に攻めかかってきたと書いてあるわけですよ。でこれは今川家に伝わる記録はねほとんどないんですね。なんでないかというと、氏真がね消したと思う。というのはね、お酒を飲んで撃たれたってのは恥ずかしい話、武将としてはね。で隠したと思うね。だから家臣にみんな消せ。だから今川家の記録って一つも残ってない。で今川家っていうのはね、もう今川家の最初からずーっと記録が残ってます。吉本のところだけ23年間ないんですよ。で一言不慮に討ち死になされと一言書いてあるだけ、そうとないわけね。だから消したんですよ。あのだから上洛する気持ちがあったかとかね、どうしたとこうしたとに書いてあったと思うんだけど、あのそれらは、まあ、だから一つも残ってない。で家臣の中にも残ってないというのは不思議ですよね。たくさんの人が死んでるのに、みんなお父様はこうやって亡くなられたんですよと書くやね、絶対に。で桶狭間もどこで撃たれたか、どうして撃たれたかって書くんだけど、一切残ってない。だから今のいい家伝記にあったのはこれは貴重です。これは両端寺に残ってたんですね。だから家臣たちには消せって言ったけども、両端寺は外ですからね、あのそれが記録が残ってたということだと思います。まあそんなことで、あの実際にここがそうだったってことは間違いないと思いますね。こういう絵が残ってるんですよ。だからね、今のような緩んでるところへドーッと来たらね、もう何ともなりませんよ。だからね、大軍なのに一方的に負けちゃった、これが実態です。でなければね、そんな大軍できてね負けるなんてことはねありえない。しかもね、大将がね首取られるってことはないんですよ。今までのね戦国時代でもね、いろんな戦を調べてもね、大将はほとんど死んでない。みんなあの足軽がね、槍の付き合いで死んでるだけね。殿様は後ろにおりますからね、あの流れ矢が飛んできてパー当たったとかね、そういう記録はありますけど、ほとんど死んでないんですよ。であの逃げてる途中で撃たれたとかね、そういうのはありますけど、まあそういうことなんで、ここではねみんな死んでるんですよ。で吉本のおじさんとか、妹婿、それから甥、そういったね重臣たちがみんな死んでるんです。でしかも殿様でも上司クラスの人がね4人死んでるんですよ。で通常ではありえないっていうのは、家臣たちがみんな守りますからね。ですからあの必ず守るんだけども、この場合ではこういう状態のところでこういうふうにドーンときた、これはねもう何ともなりませんよ。だからちょうどここへね、多分ここのお墓のところ、この辺りに車座になってたと思うね。で向こうこっち側からと山の上からと両方できたもんだから、山の上から来たらもう一文ズボーンってきちゃう。で吉本は
300人の兵に囲まれて東へ逃げたと書いてる。でそれを信長が、信長自身も馬から降りて槍でついたって言ってる。5回戦ったと、戦って下がって戦って下がった、それを5回やったと。その時に300人いた守備兵が50人に減ったと書いてある。これは新潮後期に書いてあります。で不思議なことにね、この打ち込む時に新潮後期に書いてあるのは槍、鉄砲、弓、それらが転がってたと書いてある。それはね、もうこういう状態ですからね、ここに槍や弓が立てかけてあります。